様子を見ることってのはこの世で最も大事なことなんですよね。待って、こいつら、いや絶対自分に返ってくんだよな、これ絶対自分に返ってくるんよ。わ、でもこいつもやんなきゃいけないんだ。カーン、カー、甲羅を掴むってことを常に実践しなきゃいけないわけな。え、でもさ、掴んでもさ、あれってどうすればいいんだろう。こいつ練習してみるか。あ、やっちゃった。あー、もう何回もやっちまう。ちょっと練習させてね。あ、もうやだ、もうやだ、一生やだ。こいつで、こいつでやろう。ものない、なんでかわかる？みんな改善がわからないから、改善策をまず考えてやんないと治るものも治らないってわけ。ブロックから離れる。あーあー、死ぬほど単純な話だったぞ。死ぬほど。みんな、みやこ、サルイカかもしれん。助けて、みんな、もしかしたらみやこ、サルイカかもしれんわ。ひってえわ、これ、ひって。ひってえわ、ちょっともう涙出てきた、もう。自分の愚かさに。死にたいんだが。なんでみこって生きてんだろう、みじんこかな。ここ魔境だわ。マジ、魔境。みこの魔境だ。やっぱマリオのゲームは恐ろしいんだ。誰だ、みことマリオを巡り合わせたやつ。みやこち、なかなかだよ。褒めてる。みじんこなんて頑張って生きてる。そう、みじんこだーってー。アメンボだーってー。みんなみんな生きているんだ、友達なんだー。こんなにね、感情移入する歌詞もなかなかない。まとめて。なーもー、あのブラックに一生殺されて生きてくんだーね。もうみこ嫌。もうみこ嫌です、このブロック。誰か殺してー、なんでだよー、どうしてだよー、もう藤原達也だよー。わかった、ピーカン。待って、わかったんだけど、ここに甲羅持ってくるんじゃない、ワンちゃん。そいつらを踏むんだよ。されてしまうってことやな。甲羅持ってこうかな、マジで。その方はなんかいい気がしてきたよな。いや、むずっ。誰か言って、出てくるって言って。ニュって出てきたんだけど。
ここ大事な。てい！あれ、キノコだ。なんでだろう。なんでキノコだろう。やったー！イェーイイェーイイェーイ！もう。